こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。尖閣領海に侵入した中国公家船だが、日本漁船を自分の領海のように。おいでし、その動きは今までとは違ってきている。また、日本も海上保安船が対応している中、動きはないだが今後、エスカレートしていくのは確実だろう。とうとう動き出したと考えるのが自然の流れだが、日本も海上保安だけでは対応できないのではないだろうか。離島奪還チームの水陸機動団は当然スタンバイしているが、そもそも実効支配すれば話は早いと考える。民主党政権時に東京が尖閣購入を発表した。石原元東京都知事の考えだったが、この時東京が買っていればまた実効支配はすぐにできたのではないだろうか。では、現在、海上保安船がどのように尖閣を守っているのか、話していきますね。どんなことが起きているのかがわかります。近年、日本海に浮かぶ尖閣諸島問題が緊急課題となっていることはご存知でしょう。日本の領土なのに中国や台湾などが領有権を主張している島々です。緊張関係にあふれたこの島々は現在も離島防衛を敷き、襲来する中国船から海上保安船が尖閣を守っています。しかし相手は中国海軍。海上保安庁の艦船だけでは守りきれないでしょう。それを考えると、早め早めに、今のうちから備えも必要と思われます。折に触れ、一触即発の危険な空気が漂う尖閣事情で気になった記事を紹介してみましょう。離島向けフェリーが発着する石垣島の西にある石垣港から北に約5キロメートル行った海岸で、私はカヤックを組み立てた。非常用食料となるアイスボックスの中の水と氷、パン、カロリーメイト、そして貴重なタンパク質ビーフジャーキーの量を確認した。嫌な想像だが、万が一漂流してしまったら、命をつなぐ糧としては、これだけが頼りになる。撮影用の機材の最終動作チェックをしてから、海に漕ぎ出した。文字通り命がけで取材しろということかと、嫌になる気分を。騙してカヤックを漕いだ。なぜ、カヤックを漕ぐ羽目になったのか。これは中国の動きを推理し確認するためだった。中国は東シナ海の禁漁期間を設定している。その明ける日が8月16日だった。いろいろと揉めることの多い尖閣諸島周辺に待ってましたとばかり大量の中国漁船が押し寄せるのは確実と予測されていた。ところが中国当局が何らかの意図があるのだろうが、自国の漁民に自制を促したため動きはなく、大量襲来に対応するつもりだった。宮古島の海上保安庁部隊は肩透かしを食らうことになった。
もちろん、噴火のように大量に押し寄せるだろう中国漁船の様子を取材しようと、わざわざ現地に飛んだ筆者も同様である。しかし、その2日後の8月18日夕方に訪れた石垣島の尖閣領海警備船10部隊は、全然異なる様子だった。この尖閣領海警備船10部隊というのは、2017年3月石垣海上保安庁に、巡視船12隻を配備させたことがスタートだった。理由は、言うまでもなく中国の進出である。2016年4月以降、ほぼ毎日のように尖閣周辺で接続水域へ侵入したり、領海侵犯を繰り返していることはニュースでもよく報道される。侵入しているのは中国海峡局、日本で言えば海保に該当する組織の公船である。尖閣領海警備船10部隊のために2018年に完成したのが石垣島の新基地。埠頭の手前には窓とシャッターが全部閉じられた素っ気ない2階建てのコンクリート建物がある。無論、表札や案内板などは何もついていない。この取り付く島のない雰囲気は、関西の空のようである関空に駐屯している。海保の SST、スペシャル、セキュリティ、チーム、特殊警備隊の基地に似た。雰囲気がある。SST は、海上での事件や事故、例えばシージャックや毒ガス事案等、高度な知識、技術が必要な特殊な海上警備事案に対処する部署で、まさに切り札である。石垣島の新基地には6つの岸壁があり、桟橋にはヘリ甲板を持つ1000トンクラスの巡視船が並んでいる。全席が尖閣から引き上げてきたばかりか、あるいは間もなく尖閣へ向かう船だ。言うまでもなく関係者以外立ち入りは厳重に禁止され、せいぜい一番手前の船の近くまでしか行けない。その先は金網とゲートに遮られて、到底立ち入ることはできない。基地近くの宿泊施設に陣取って一晩観察してみた。真夜中だろうが、早朝だろうが、時間に関係なく、巡視船が離れ着岸している。つまり業務をしているということだ。他の海保基地では、俗にお役所時間の9時から17時の業務時間が当たり前なので、この基地の勤務時間は公務員の世界では異例と断言したい。翌朝、私は冒頭に書いたように、海保船を撮影するためにカヤックで漕ぎ出した。午前9時、巡視船竹富が尖閣から寄港。後で発表されたところでは、この日も中国海峡船4隻が常に尖閣に張り付いていたという。この筆者は防衛大学校を卒業して三等陸佐の職位で陸上自衛隊を定年退職した人です。経験に基づいた考察をしているので続けます。現在、日本の国防の最前線にいて他国と渡り合っているのはまず
海上保安庁、次に水産庁の漁業監視船、航空自衛隊、海上自衛隊の順番ではないかと考えます。それ以外の組織としては法務省の入国管理事務にあたるものも含まれるのかもしれませんね。主権ですが、これらの組織を増員し強化する必要が絶対あると考えています。そのために陸上自衛隊を解体的に縮小してゆき、人材を適材適所に配置すべきだと提案しています。詳しいことについては、まか不思議なことを押し、福島原発事故から新たな平和憲法を、陸上自衛隊の解体的縮小を唱える理由などの切削を参考にしていただきたいと思います。中国からの圧力に耐えて24時間体制で日本を守っている海保職員の皆さんには本当に頭が下がる思いです。こういった人たちの力で国土日本が安全に守られ、我々国民が日々安心して暮らしていけることに感謝するべきと思います。確かに現在のアメリカトランプ大統領はあからさまに中国憎しを表明し、機嫌を上げてはいます。しかし万が一の時、アメリカが正面切って中国とことを構えることはないでしょう。大国とはいえリスクが大きすぎます。仮に日本が中国に侵攻されたとしても、アメリカの助けは当てにはならないということです。まあこれは国民の大部分が分かっていることではありますね。国民はそんなにバカではありません。しかし領海に侵入されても何ら強い対応をしているように見えない。親中というよりこびている。派国会議員や憲法9条を信じきっている人たちもいます。その人たちは誰に国を守ってもらおうと考えているのだろうと心配になります。